船みたいだよね、ここのね、サービスエリア。じゃーん、キミホタル到着しました。いやー、絶景だな。向こう方面が木更津ですかね。すごい大きなバスもいっぱい止まってますね。おー、潮の香りがすごいです。とりあえずお腹減ったんで、何かね、腹ごしらえしようと思います。ウミホタルって11時からしかオープンしないの？あ、そうなんだ。ドローン聞いたって。ドローンでいい絵撮れそうだね。うわ、すっげえカモメいっぱい。カモメだらけじゃん。やば。ね。よいしょ。きれいきれい。こっからさ、網バーって投げたらさ、何匹ぐらいヒットするかな。カモメね。すごい。ウミホタルの名物ってアサリらしいよ。うん。アサリも。熱い。これ半分に割れないかもしれない。アサリ入ってる？入ってるのかな？あ、香りはするアサリの。嘘。お食べください。うん、すごい。あった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 。あ、アサリ入ってたよ。美味しかった。美味しかった。うん、その香りがすごい口に広がる。肉まんとアサリ合うの？合うよ。このアサリカレーって気になんない？あれ、アサリカレーうまそうじゃない？千葉くんグッズやん。千葉くんマスクはちょっとつけるの抵抗あるな。 T シャツいいな。アイプロンか。つまみ駅で。これ乾いてない。何？ピーナッツが落花生がでもあれらしいよ、千葉は。ピーナッツ落花生。あ、そうなの。ねこれうまそうじゃない？これ。買う？迷わずプリンだって。食べない。ね、今日さ、冷蔵庫さ積んでないから、これ早く食べないと。10度以下で保存って書いてあるから食べてみよう。すごいマヨネーズみたいになってる。これ茶色い部分なくない？そうそうそう、その部分。うん、プリンじゃないこれ。どういうこと？え、ちょっと食べてみて、食べてみて、食べてみて。じゃじゃじゃ、これプリンじゃないんだって。本当なんかこういう食べ物って感じ。え、プリンじゃないでしょ。すんごい濃厚なヨーグルトみたいな。食べない？美味しい。乳製品ダメだもんね。これは好きかも。やばい、牛乳の味がする。美味しい。水美味しい。普通に美味しい。飲み方楽しかったね。でもやっぱすごいキューってなってる。本当だ、ね、でもね、これね、ちょっと動画だとあんまり伝わりません。あ、カモメ、カモメ、カモメ
全然出なかった。空がすごい、あの動画だと空の雲がなんかすごい感じてる。GoPro、うん、だとね、結構ね、青が青々しくする。そう、まず今ね、木更津で着くよ、もうちょいで。警察捕まってるよ。なんだろう、マツダのアクセラが何かで捕まってた。お、ミニクーパークロスオーバー。これ意外とでかいよ。ここ未来の農産物は元気です。ここ止めようか。やったー、産直到着。ねえねえねえ、見て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 、あそこでなんか汲めるよ。水汲めんじゃない？後で見てみよう。ね、これ知ってる？ハヤトウリ。あ、ウリ？え、じゃあさ、これにしよう、ガーリック。はい。みんな結構持って帰るね。手伝いする、手伝いするね。でもうまかったけどね。なんか鉄っぽい味しないね。はい、ということでね、今回の動画いかがだったでしょうか。今回の動画は、神奈川県の川崎市にある大師から、アクアライン乗って、海ほたるを満喫して、千葉へ行くまでの道中の動画を撮影していきました。いかがだったでしょうか。いやー、千葉めちゃめちゃ面白いですね。これから、どこに行こうかなということで、次回以降ね、千葉を満喫する旅の続きをやっていきたいと思います。今回の動画がね、いいねと思っていただいたら、ぜひね、いいね評価とチャンネル登録の方お願いします。それじゃあ今回はこの辺で、バイバイ。